ウォレン・ハーディングに国際連盟の説明をするロバート・セシル。1920年11月10日のパンチに掲載された。初代セシル・オブ・チェルウット子爵エドガー・アル・ジャーノン・ドバート・ガス・コイン・セシルは、イギリスの弁護士、政治家、外交官、貴族である。国際連盟の創設者の一人で、長年のその功績を称えられ、1937年に、 ノーベル平和賞を受賞した。1923年までは、ロバート・セシル教の儀礼称号を使用した。3度にわたって、首相を務めた第3代ソウルズベリー公爵、ロバート・ガスコイン・セシルの6番目の子供、三男として、ロンドンに生まれた。彼は13歳まで家庭で教育を受けたが、彼は、次元の中で、この期間は、 その後、イートンカレッジで学んだ4年間よりも、より高度でより興味深かったと述べている。彼は、オックスフォード大学のユニバーシティカレッジで、大学時代を過ごし、ディベートで名声を得た。法律を勉強し、1887年23歳の時に弁護士活動の許可を得た。彼は、この2年後に結婚したが、エレノアラ・ムトンと結婚したことは、 今までしたことの中で最も賢いことだったとよく語った。1887年から1906年にかけて、彼の仕事は普通法の整備、王ポーインでの玉の仕事、増えつつある議会での仕事など、法律に関するものばかりであった。また、プリンシップルズ・オブ・コマーシャル・ローというタイトルの教著にも参加した。1906年、セシルは保守党から立候補して、 庶民院の議員に選ばれ、1906年から1910年まで、務めた。次の年には二つの選挙に落選し、1911年には、独立保守政党から、ハートフォードシャーの議員に選ばれた。第一次世界大戦が始まった年には50歳だったが、セシルは、国際赤十字におき、働いた。しかし1915年に連立政権が、 発足すると彼は1916年から1918年までアーサー・バルフォア外務大臣の下で副大臣となり敵に経済的、商業的圧力をかける方法を考えた。1916年9月には1ページ目に国際連盟創設の内容を含む戦争を避けるための提案を閣内で回覧に回しバルフォアによって設けられた外務省で 国際連盟を構想する役職に任じられた。第一次世界大戦後、国際連盟が発足してから1946年に消滅するまでのおよそ30年間、セシルの生活は、ほとんどが国際連盟のために費やされた。また、国際連盟連合の会長も務めた。パリ講和会議で、彼は国際連盟に関するイギリスの代表を務めた。日本が、 国際連盟の規約に人種差別撤廃の規定を盛り込もうとした際には強行に反対し最終的にはこの案はアメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンによって退けられた。エスペランティストのセシルは1921年に言語の問題を解決するためにエスペラント語を国際連盟の作業言語にする提案を書き後に第二次エチオピア戦争やミュンヘン会談での 融和政策を批判するなど熱心な集団安全保障の推進者でもあることから1922年には相互援助条約案を起草するもいずれも廃案にされた。1920年から1922年には南アフリカ自治療の国際連盟代表を務め、1923年にはアメリカ合衆国に5週間滞在し、アメリカの民衆に国際連盟の意義を伝えた。 1923年から1924年には王子少書の地位につき、1924年から1927年にはランカスタ公領大臣を務めた。1927年にジュネーブで行われた海軍会議では、イギリスがイギリス帝国及びその貿易や情報を守るために、少なくとも70隻の巡洋艦が必要だとするイギリスの主張に、 アメリカがことを唱えて会議が不調に終わった。巡洋艦のサイズと大砲の光景で譲歩する代わりに、イギリスの巡洋艦を70隻から50隻に削減する案がアメリカから出されたが、イギリス政府は巡洋艦を減らさずに会議から降りてしまった。代表団の一員として参加していたセシルはこれを見て、政府の役職を辞任した。 セシルは1923年から1945年までイギリスの国際連盟の代表を務めフランスで世界平和連合や国際平和キャンペーンと呼ばれる運動をフランス人民戦線の左派系政治家らと共に起こし会長を務めた。またこの頃には国際連盟での講演を集めた1928年の The Way of Peace 自身と 国際連盟の関わりを書いた1941年のエーグレートエクスペリメント、n t 1 9 4 9年の詳しい自伝オールザウェイなどの著書を出版した。彼は、借位の他に、1956年には、コンパニオンオブオーナーに助せられ、1924年から1927年まで、アバディーン大学の学長を、1918年から1944年には、 バーミンガム大学の総長を務めた。1924年には、ウッドロー・ウィルソン基金より平和賞を受賞し、そして1937年には、ノーベル賞を受賞した。また、エジンバラ大学、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、マンチェスター大学、リバプール大学、セント・アンドルーズ大学、アバディーン大学、プリンストン大学、コロンビア大学、 アテネ大学から名誉学位も受けている。九百四十六年春、彼は八十一歳の時にジュネーブで開催された最後の国際連盟総会に出席し、彼の結びのスピーチザリーグイズデッド、ロングライブザユナイテッドネーションズで幕を閉じた。その後、貴族院の議員となったり、国際連盟連合を発展的解消した国際連合協会の名誉会長として、 国連を支援しながら13年間生きた。1958年11月24日に亡くなったが、相続人がいなかったため借位は途絶えた。ありがとうございます。